俳優一本だけして芸能活動してたら売れるまでは30年かかる。こういうことなんです。芝居も教えない俳優講師 MJ です。俳優になるには俳優一本だけやるなというテーマでお話ししたいと思います。芸能界を目指したい、俳優になるには何をしたらいいんだって悩んでるそこの君、まずはレッスンに行ってね、芝居を磨いたりするよね。で、頑張ってレッスンしてコツコツ実績を作ってようやく俳優としてデビューできる。ちょっと待った、その考えは危ない。俳優になるには俳優一本だけは絶対やっちゃダメです。で、俳優以外にもこれ言えるんですよね。例えば声優だったら声優だけっていうのは本当 NG、 歌手だったら歌だけ NG、 ダンサーだったらダンスだけでこうやろうっていうのは絶対に NG なんです。で、本当に俳優だけで食べていけるのはもう上位 0.001% とかそういうレベルなんですよ。俳優一本だけして芸能活動してたら売れるまでは30年かかる。こういうことなんです。しかも30年経っても売れるとは限らないんですよ。ちょっと想像してみてください。今からずっと俳優頑張ってね、めっちゃ頑張って30年経って、もうあなたは50歳じゃないですか。その時売れてるかどうか分かんないです。で、それでね、売れてなかったらもう完全に人生詰みですよ。50歳で売れない俳優なんてごめんだ。すいません、俳優って字をこの俳優じゃなくて俳優っていうなんか字を間違えてしまった。いや、これはあれですよ、間違えたとかそういうんじゃなくてね、売れない俳優はつまり俳優と同じレベルの扱いですよって、それが言いたかった。はい、人生積みたくない、あと超人気俳優に絶対なりたいんだ、そんな風に思った方は安心してください。 MJ がそうはさせません。対処法をちゃんと教えます。もう今回の動画ではね、なぜ俳優一本だけがダメなのか理由を解説します。で、正しくはどうすべきかっていう対処法も紹介したいと思います。ただ一つだけ注意点があります。俳優は俳優以外のこともやった方が基本的にはいいんですけれども、これだけはやれなってのもあります。それをやるとね、逆に遠回りになったり、もう売れなかったりします。で、最悪の場合、プロデューサーに嫌われてしまいます。みんながそうならないように、これだけはやっちゃダメっていうのも、ちゃんと解説します。で、動画を最後まで見れば、もう遠回りもせずね、嫌われることもなく、超人気俳優になれること間違いなしです。本題に入る前に、僕の動画では、芸能の攻略動画っていうのを毎日投稿しております。ただしこれ、守秘義務ギリギリだったり、芸能界の闇なんか攻めてたりするんで、削除される恐れがあります。そういうのを見逃したくないよって方は、ぜひとも今のうちにチャンネル登録お願いします。ということで、理由1から解説します。理由1、売れてる俳優は俳優以外のことをいろいろやってる。もう想像してみてください。じゃあ、例えばね、菅田将暉さんもね、超人気俳優でも歌も歌ったりするよね。もう他にも名だたる人気俳優は俳優以外で何かしらの特技を持っています。もうこれで証明できますよね。例えばあと他の例で言うと AKB とかももクロとかね、そっからアイドルやってたのにそっから女優になる子もいるわけなんですよ。だからルートの違いですね。俳優一本でやると結構難しいけど、俳優以外で、ね、例えば歌を上手くしたり、アイドルからデビューしたり、そっからファンを集めてそっから俳優に転身する、そういったやり方もある。しかもそっちで俳優デビューしてる人結構多いんですよね。これがまず理由1番目です。続いて理由2番目、芝居だけで勝とうとするとライバルが多すぎるんですよ。今あなたが俳優始めてないのなら分かんないかもしれないですけれども、今ちょっとでもね、俳優かじってるとか舞台立ってるとかね、仕事を行ってるよみたいな、現場行ってるよって方、周り見てください。芝居だけしかやらない人ってやっぱ売れてない人多いですよね。で、オーディション行っても芝居だけでこう勝とうって人が5万という、じゃあ1万人いたとしよう。で、オーディション受かる確率1万分の1とかだとすると、芝居だけやってるとどうしても埋もれてしまうんですよね。だから芝居以外でこう誰にも負けないような特技を作って、そこで勝負してそこからデビューする、この手は結構ありです。続いて理由3番目、芝居だけめっちゃ上手い人ってのは今の時代は求められてはいないという現実があります。もう芝居上手いだけの俳優は大体売れない理論っていう理論があるんですよね。この動画を見てて舞台とかよくやる人、周りにこういう人いません？芝居だけめっちゃ上手いのに、なんかめっちゃ上手いけど全然売れてないな、全然稼げてないなっていう貧乏俳優、これが現実なんですよ。芝居だけ上手くしてっても需要が少ないんですよ。だから俳優として売れることがないんですね。なので芝居だけやるんじゃなくて、芝居以外に需要があること、芝居以外にじゃあ歌が上手かったら歌で勝負した方がいいですし、ダンスが上手いならダンスで勝負するって手もあるわけなんですよ。なので芝居だけはやらずに他のことで1位になったりする、これは結構ありですよっていうことですね。ということで、続いて何をすべきかっていうのをお話ししたいところなんですけれども、その前に注意点を解説します。はい、注意点3つあります。これです。中途半端は良くない、周りがやることばっかりやってもダメ、ファンがつきづらいのは NG ということで、この3つは絶対やめてください。これも解説しますね。じゃあ丸1、中途半端は NG。 これぶっちゃけ言います、1位になれないことをしても意味ないんですよ。
例えばじゃあアイドルやってね俳優デビューするって方法確かにあるんですけれども、アイドルだったら地下アイドルやグラビアアイドル、これはあんまりおすすめしないです。地下アイドルやってて AKB に勝てますかって話です。おそらく勝てないですよね。でグラビアアイドル、まあ、やるのもいいですけれども、じゃグラビアアイドルの中でも1位とかね、すげえトップレベルにならないとダメなんですよ。あなたのスタイルどれだけいいでしょうか。あのおっぱいだったら D カップ以上 F カップぐらいないと多分無理ですし、めっちゃスタイルボンキュッポンじゃないと無理です。違うよ、これ MJ の趣味とかじゃないよ。 MJ がおっぱい好きだからとか、あの決してねおっぱい好きだけど、あのそういうねスタイルがいい子が好きだからとか、そういうんじゃなくて、もう客観的事実として1位になれなかったらダメってことです。はい、もういいですよ。もう MJ はおっぱい好きですよ、グラビアアイドル好きですよ、地下アイドルも好きですよ。でも僕の趣味とかじゃないからね、本当に。はい、まあということなんで、絶対に1位になれることが大事です。なおかつ自分が本当に好きなこと、やりたいことをやりましょう。グラビアやりたくないけど、なんかそのしょうがない言われたから、その俳優やるために女優になるためにやるかって思って、そのなんか微妙なテンションでやっても1位になれないし、ファンもつきづらいんですよね。なんで本当にやりたいことであればやった方がいいかなと思います。なおかつ1位になれることですね。あと自分が好きなことをねとことん追求していくと、もう自然にね1位になることできたりするんで、これ結構おすすめです。はい、続いてる2番目、周りがよくやること。例えばね、これ NG、 歌、ダンス、料理。例えば芝居やりながら歌をやる、芝居やりながらダンスやる、芝居やりながら料理が得意みたいな、この辺って埋もれやすいんですよ。だって歌もダンスも料理も誰でもできるんだもん。だから誰でもできることはみんながやってるんで、もう意味ないんですよね。できるだけみんながやってないこと、みんなができないことを極める、これが大事です。やっぱり料理なんてもうみんなできるし、歌だったら歌手に勝てないじゃん、だから1位になれないですよね。ダンスだったらもうダンサーに勝てないんですよ。だから中途半端なのもダメだし、周りがよくやることも埋もれてしまうから良くない、僕はそう思います。だからあのおすすめなのは、歌ができる俳優よりもなんかね、じゃあ例えば全然違うジャンル、あのキングコング西野さんの例えで出すと、キングコング西野さんは絵本作家×お笑い芸人×オンラインサロン世界一みたいな、日本一かっていう実績持ってるんです。こういう周りがやらないことみたいなので特技を追求していくといいと思います。例えばね、イラストがめちゃめちゃうまい、イラストレーターめっちゃうまい俳優とかね、ブランディングとしてはめっちゃいいと思いますよね。こんな感じで歌とかダンスとか料理みんなが手出してそうなやつじゃなくて、ちょっとみんながやらないことで、そういうあのブルーオーシャンって言うんですけれどもね、周りがやらないことで攻めていくってのはいいと思います。続いて3番目、ファンがつきづらいやつは NG です。じゃあみんながやらないことをやればいいんでしょうっていう風に思うことはいると思うんですけれども、じゃあ例えばね、俳優やりながらよくわからん民族音楽やってるみたいなね、日本で全然需要がありませんよみたいな、そんなことやってもファンつかなかったら意味ないじゃないですか。何のために俳優以外のことをやるのかっていうところを追求しなければいけません。それはブランディングのためとか、ファン作りのためとか、いろんな理由があると思うんですけれども、ファン作りのために俳優以外でやるって言ってんのに、その需要がないことをやったって意味ないんですよ。だからここは本当に気をつけた方がいいです。ファンがつきやすいところを攻める、なおかつみんながやってないことで、なおかつ中途半端じゃなくて1位になれることをやらないとダメです。ということで最後に MJ がおすすめする絶対やるべきことはこちらも紹介します。おすすめ1番目、 SNS、 2番目、接客系の仕事、3番目、自分でビジネスやる、この3つ結構おすすめです。ということで解説します。これも SNS についてはオーディション審査員が見てるたった一つのポイントっていう動画があるので、これで解説してます。ちょっとここに貼っとくんで、よかったらこれは見てください。続いて2番目、接客系の仕事、例えば居酒屋や高級なバー、これ割とおすすめですね。ここで接客をやって実は俳優やってるんですよみたいなことを言ってファンを作っていくって手はあります。僕実際にその居酒屋でバイトしてた時に接客やってて、あ、じゃあ藤原くんがやるなら見に行くよって言われたことがあるんで、実際にファンができますね本当に。あとは高級なバーだったらお客さんも高級な人だったり経営者とかだったりするんで、レベルの高いファンができたりしますね。ただ注意点、あのバイトは3年以内に絶対やめてください本当に。これなぜかっていうと、居酒屋バーとかでね接客やってると楽しいんですよ。でも楽しくてバイトだけに引きずられてね、バイトが楽しくて芸能活動そっちのけってなっちゃったらもう意味ないんですよね。で、あとはバイトでしか稼げない人間になっちゃうと人間力が落ちてしまうので、バイト3年以内にやめて、で芸能活動とかね自分の力で稼げるようにならないとダメ人間になっちゃいます。本当に本当に、だからここは気をつけてください。ということで3番目、最後3番目、自分でビジネスをやってみよう。これなぜかっていうと、芸能活動っていうのは個人事業主なんです。あのよく間違われるのは、芸能活動は会社員みたいなね、あの固定給をもらうってことはほぼないです。自分がやった分だけもらえるのが芸能活動だから、ファンが少なくて仕事がない時はもう給料ゼロ、
で逆にめっちゃくちゃファンが多くて自分がやった分だけ稼げる、こういうことなんですね。なんで個人事業主っていう考えを持ってください。じゃあ個人事業主ってことはどういうことかっていうと、01でお金を生み出せる人なんですね。誰かから言われたことだけをやらない。ちょっと昨日撮った動画なんですけれども、あの俳優だったら人に言われたことだけしかできない人は俳優やめた方がいいよって動画を撮ってます。ここ見るともうちょっと理解が深まると思うんですけれども、やっぱり俳優っていうのは自分でね仕事を作り出すので、自分でビジネスやるっていうのは結構その仕組みを学んだりする上で結構あるんです。何かしら01で収入を作り出してみると、もうそういう努力ができるとめちゃめちゃ強いです。でこれやると何が強いかっていうとね、周りと差がつくんですよ。普通みんなができない、俳優ってプロフェッショナルであるべきなんで、周りができないこともこのできちゃったりね、芸能活動で輝く人っていうのは周りができないことできる人なんです。あとはそうやって周りができないことできたりすると周りが差がついて自分のレベルが上がります。そうすると付き合う人間のレベルも上がります。そして人脈もできます。僕は実際にこうやって人脈作ってきました。僕 MJ めっちゃ人脈持ってる、略して MJ なんて言ったりするんですけれども、自分でお店の経営してたりね、自分でビジネスやってたり、自分で芸能系の事業やったりするからいっぱい人脈ができて皆さんにお仕事触れるようになったりするんですね。まああとは結局逆算しても同じなんですよ。売れる俳優って自分で絶対稼げるんですよ。例えばじゃあ菅田将暉くんが明日事務所辞めましたって個人になりましたって、菅田将暉くんにファンがめちゃくちゃ多いから菅田将暉くんがイベントやったら絶対稼ぎますよね。あとは最近ジャニーズ退所したけども、手越くんなんかもその雇われだけじゃなくて自分でちゃんと稼いでいける人なんですよ。だからツイッター始めてジャニーズ事務所のために退社したけど個人でやりますってなって、やっぱりファンがいるからファンに対してサービスを提供したりイベントやったりすることでビジネスになったりするんですね。で逆も同じなんですよ。だからまずビジネスやって自分のファン作ってから俳優になっても同じなんですね。実はここ盲点、みんなが意外と知らないけども盲点です。であとはこれビジネスは注意点としては、そのやるべきビジネスっていうのはファンがつきやすいもの、これもさっきも言ったんですけど、じゃないとダメですよ。怪しいビジネス絶対やらないでください。転売とかね、ネズミ講とかね、こういう怪しいことは絶対やらないでください。目的をこれも忘れちゃダメね。自分のファンを作るためだとか、まあ他にも目的はいろいろありますよ。その例えば収入源をちゃんと確保するとか、あとはファンを作るとか、時間をちゃんと確保するとかね。バイトだけやってると本当に NG なのは、バイトっていうのは自分の時間を切り売りするビジネスなんですね。例えば1時間1000円とかで売ったりして稼ぐんですよ。で芸能界ってぶっちゃけ時間勝負なんですよ。25で売れなかったらもう売れないと思った方がいいです。って時にね、自分の時間を売って稼ぐバイト、これをやってたら絶対売れないです。だから僕は3年以内にバイト辞めろってのも言ってたりします。例えば1日8時間バイトしたら8000円もらえるけれども、8時間失われるんですよ。その8時間稽古とかね、人脈作りとかに使えたらめちゃくちゃ有意義じゃないですか。だから自分でビジネスを立ち上げて、自分でビジネス立ち上げたら時給めっちゃ上がるんですよ。僕の時給1時間1万円なんで、企業にコンサルしたりね、 YouTube のマーケティングを教えたりして1時間1万円もらってるんです僕は。そうやってやると1日1時間だけ仕事して、残りは芸能活動みたいなこともできるから結構おすすめなんです。時間の確保、収入源の確保、あとファンの確保ですよね。僕なんかこうやって人狼ゲームのお店やってファンができたりして、そのファンが舞台見に来てくれるなんてこともあったんで。であとおすすめはね、例えばじゃあ自分でバーや居酒屋、あと美容室とかを経営するってことですね。活動資金困らずに時間も作れるしファンもできますよね。でさっき言ったバイトで接客するのもいいけども、どうせやるんだったら自分でバーや自分で居酒屋やっちゃった方がいいじゃんの方が、1時間1000円以上に儲かるんで、めっちゃね、超成功すればめちゃめちゃお金稼げるんでね。お金稼げって言ってるわけじゃないんですけれども、活動資金っていうのは最低限必要なので、はい。あとちなみに MJ はファン作り、時間作り、あと収入源確保のためにこの人狼亭っていうお店を作ったんですよね。まあ人狼が好きでボードゲームが好きっていうのもあったんですけれども、僕はね好きなこと仕事にしたい人間なんで、でこれをやった結果どうなったかっていうと、僕ブログを始めたんですよ。人狼亭ができてから人狼に関するブログを書いたりしてね、でそれは自分のファンに向けて発信したんですけれども、そしたらブログはなんと1ヶ月で6000アクセスいただきました。まあこれねプロブロガーだとね10万 PV とか行ったりするんで、そういうとこに比べたら全然まだ低いんですけれども、じゃあ皆さんが俳優だけやってて1ヶ月ブログやって6000アクセス来るか来ないかって言ったらおそらく来ないと思うんですよね。こういう風に実際にファンを作ること、こういうことやるとブログも伸びます。でこの感じで YouTube も伸ばすこともできますし、今僕はYouTube は既存のファンじゃなくて別のその俳優になりたい方向けでやったりするんですけれども、これも徐々にじわじわ伸びていったりしてはいますね。おそらくこの動画を見てる人も元々の MJ の知り合いじゃなくて、たまたま動画にたどり着いて僕のことをちょっとでも好きになってくれて動画を見てくれてる人ってのは多いのかなと思います。あとね MJ が舞台やるなら見に行くよみたいなお客さんもいたんですよ。で
僕はこういうのを教えたくて俳優を辞めたって事実があります。今僕は芝居を教えない俳優の講師として活動してるんですけれども、まあ僕の思いとしてはね、こうやって自分でお店を持って、で芸能活動をやって、いろんなビジネスやった結果、人脈いっぱいできて、仕事をみんなに触れるようになったんですよ。って時に僕は俳優辞めました。なぜかっていうと、このやり方したら絶対俳優有利じゃんって思ったのに、それを教えてる人って日本で全然いないんですよ。だから僕は俳優を辞めて、皆さんを助けたくてね、これから俳優になりたい人、俳優で今伸び悩んでる人を助けるために、僕の人生を一個犠牲にして俳優を辞めて、皆さんのためにこういったノウハウを教えております。なのでぜひとも今から俳優目指したいよって方は、僕毎日投稿頑張るので、これからも見ていただけたらなと思います。ということで動画は以上です。ご清聴ありがとうございました。あと一個だけちょっと宣伝なんですけれども、僕はですね、芸能戦略作りコミュニティなんてやってます。こういった僕がね、培ってきたノウハウを皆さんに教えるようなコミュニティです。これはもう戦略を作るコミュニティで、レベル高い人がめちゃめちゃいます。プロデューサーとかキャスティングとかね、芸能事務所の社長がなんなら僕の勉強会に学びに来ることもあるんで、めっちゃレベル高い環境、こういうのに興味がある人はぜひともコメントから興味ありますよってのを言ってくれたら、僕詳細を送ったりします。あと高評価をくれるとね、僕のモチベーションが上がって毎日結構頑張れるので、ぜひとも高評価もお願いします。ということで今日の動画は以上です。バイバーイ。